方の協力がなければもうできなくなりましたので、ということは皆さん、これはもう愛好会と言いながらも、もう向山町内またおいらせ町みんなのものになりますので、本当にこれから変わりなくて、ずっと、読み込ま勉強語で読み込ましたので、ぜひみんなで変わりなくて、なんて言いながらやっていきましょう。なんとかよろしくお願いします。先ほどうちの一番の担当である波岡がですね、実は塩粉巻いてこう手払い粉やって我が家のとか結構こういうのを銀を飾るとかとやっていたんですが、本当に、事故のないように、無理しないように、でも今日なんとかこの車輪がここまで上げればもうなんとかなると思います。で、今月29日、鉄道マニアですね、全国の鉄道マニアがここに来てですね、イベントやりますので、皆様何やってるかどうって、どうぞ見に来てください。参加も全然問題ありませんので、ただし3000円かかりますので、昼飯から晩飯までかかってくださいですから、なんとかよろしくお願いします。では今日本当に大変ですが、気が付くようにやりましょう。じゃあ段取り何日から説明ありますので、よろしくお願いします。では皆さん、おはようございます。おはようございます。忙しいところ申し訳ないです。よろしくお願いします。ということで早速段取りというか、今日の作業内容ですけども、まず書いてみました。私も忘れてたのもあるんで書いてみました。で、レールを設置、まずさっきこれもう設置しましたんで、で、車輪をまず3つあるんですけども、そこにある3つを上げます。で、本体を上げる。で、終わったらここにある小さいのを最後入れて、今日はそこまでで作業終わる予定で考えてますっていうのが、それだけでも結構な労力というか体力というか気合と根性が必要になるんですよ。で、その時に注意として細かいところ、車輪も全部同じでないので、種類があるとか、ものをバネとスペーサーと挟めながら車輪さえ入れるとかっていう注意書きがありますけども、それもいろいろ作業しながら説明しながらやりたいと思います。で、会長さんさっき、言ってくれました、もう天気も天気ですし、こういう暗い中まして屋外で作業するので、まずは怪我ないように、とても出ないけども重いもの、課題ものなんで、完全に手切ったなんとかで済まされなかったりすると大変ですので、とりあえずはまず怪我ないように、事故ないように、それを最優先で作業をしたいなというふうに思っています。では皆さん、今日は忙しい中申し訳ないですけども、協力お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ早速指示して、はい、先に、順番ちょっと並びなきゃいけないんですけど、この横向いてる車輪を先にレールに上げます。で、この車輪を最後並べるんですけども、それは何人でやりますか？5人でやります。これ6人ないとちょっと持てないと思います。車輪もこっちからやるか、これを1回やるか、これを1回寄せで、これが手前、一番手前、真ん中で、これが一番奥になります。また寄せにはなんない、まずすいません、寄せる作業なんですけども、それを順番がね、あるんですよ。ちょっとこれを一回持ったのを持っていただきたいんですよ。で、それも同じく、ずーっとやったら持ってもらいたいんですよ。で、持ったら、この軸に、タイヤ、車輪に一人ずつ、こっちに一人ずつで持った方が、それでもちょっと重いですんで。で、どっちに、一旦そっちに動かしたいと思います。せーの、いいかな、はい、はい、一旦下降ります。注意書きがいろいろ書いてもらってたんで、これも書いてないかな。そうなると、これを、そうすれば、レールに上げてもらって、あそこの輪止めありますんで、輪止めまで運んでもらえれば。どっち外ですか？これがちょっと外側で、はい、お願いしていいですか？あ、いつも、で、足元、段差ありますんで、気をつけながら。待ってる。
多分そこになるのかな。あ、下になる。うん。あ、そこになる。で、多分これがちょっとずれてると思うので。後ろって書いてあるんですか。あ、ま、これが上になります。だいたいこのたたいた跡が、うん、あの上に出てましたんで。はい。でもと。せーの。よいしょ。はい、止まってないか大丈夫。はい。ある程度のところは対応しますんで、少し遊ばせた方がいいかもしれない。あ、本当に。で、その通りを今度これに編んでもらいます。なかなかでしょう。これを人力でやろうっつうのは。これ半分だ。半分だよ。ですか。せーの。足元気をつけてください。マグラニンとかありますんで、うん、ちょっといろいろとになります。こっちはいい、こっちはいいんじゃないですか。こっちでもあれですね、あの外れないんで、うん、これがちょっと外れる。ただこいつがちょっと気になってたんです、最初からなんかずれてると。だいぶグラグラ。これ逆までだね。いや、いいんです。これにちょっと私の書き方がもう特訓コーチで書いたんで、この溝がないのが真ん中になるんで、これでいいんです。外れるべ。外れない。うん、理屈で言えばそういうことになるんで、これが上がれば、で、これがそれに入るんですよ。なので、音をくっつけてもらって。前です。はい。で、いいかな。止めちゃう。あ、これじゃん。止めちゃう。ちょっと、ここに入ります。7月の暑い子になったらさ、どっちが決めてもらって、会長主催でさ、ビアガーデンやるじゃん。色かやねばなね。あめなさい。あめあめちょっと、こっちです。止めた。これ行き過ぎ。あ、外からやった。外からでもいい。いや、うんとね。中からだ。これやりにくいんですよ。やりにくいんで。はい。これ、シャリ抜き少し。シャリ抜き？あ、はい。そっち取り出すね。はい。結構パワーだ、パワー。はい。落ちないように。今始まったで。これ反対じゃない？反対じゃない？どれが？この麦が。そのままつけるとそのオイルさすの下に来るよ。こうなるってこと？うん、そうなるとこれオイル差すでしょ。うん、で上に来ないとおかしくね。本当はこうってことか。あ、これもこうが。うん。左右弦が持ってこう回ればいい。うん、多分そうで、そうで、そうなるとこれこうなる。うん、上さこにはね。この M とかっていうのは何なの？ M とかつまは本当はここにマーキングがあったりしたんですよ。取った。いや。で、お疲れ様です。お疲れ様です。多分その前今からするんだけど、うん、かかね、どうだろう。これじゃ継がないってことは？いや、継ぐことは継ぐけど、継ぐけどこの音楽にはけど、それが多分上さっき当たり前でいいかなと思うから、うん、それはこれ全左右逆にする、ま、いい、大丈夫、反転です、うん、2人で大丈夫、こっちどっちもあるですか？こっち答えでも大丈夫です。少し下に離れる。大丈夫？大丈夫？下の棒が引っかかる。俺の足が。いい？置いたら？
大丈夫か。せーの。いいよ。足の方が。おいしょ。はい。OK だ。あ、待って、ダメだ。車輪が。あ、もっとこう、これ、こう、入ってみましたね。プルメミだ。じゃあそっち先に行きますか。1時、3時間やってもさ、ここ絶対さ、ここ絶対1時半の2時ぐらいに帰ったな。大喜利としてどうしますか。こっちに後ろにバック、バック、バック、こっちに、こっちに、どっかでロックかかってるな。いや、これ引っかかってるな。ちょっと待って、今はまた今回ストップになってこちゃこねえドア、もしやると見れば目と動かしたくてもしましょう。あ、あれ無理だ。それが少し元ちょい前、ちょい前これあちょっと待って、車とかが、うん、これはな、みこさん、ほら、ここストッパーになってから少し向きを戻さないと、ここ自由に動かねえの。ほら、ほら、ここもうちょっともう一回一回それ外せばいい。 OK、OK、これで OK、これで自由に、はい、はい、よしよし、そっちは短いな、こっちは長い、ね、長いというか、こうこっちが出て、こっちがこっちに入ってる、うん、こうなってる、あ、そうだ、斜めになってる、うん、すげえな、なんちゅうなちゅうって感じな、それは。もうちょっと一回前に行けないかな。前に行けますか、みたいに。うん、そうそう。そしたら俺は、はい、どうぞ。入れれないことや、これで後ろから見ると。でしょ。で、これを、手の位置が斜めに。動かさないようにして回せねえか。ああ、そういうことね。あ、いいんじゃないですか、今。はい、じゃあ、まだ斜めに。ところが、もう少し、時間は。もう少し広いところで入れる。逆にして。外からやったら簡単なんだけど。多分ここに溝が切らさってるんで、これがうまく入ることになってるんですよ。それはやっぱりこれも先行けば。径が広いところでやった方がいいかもしれない。うん、少しかな。いや、いいとこじゃない。角っこ上がりに近いけど。うん、あとはこっち届かない。いや、だけ動かしてまだ。うん、車輪はもう確かに。あ、車輪だよね。これをちょっと待って。うまく入らないんですよ。左違うんだ。試しにこっちにか。固定するのに。こっちか。先にそっち。見てみるか。見てみるか。片方どっちがいいかね。あ、ちょっとそれ押さえてもらいます。はい。下げる。はい。ただ角度悪い。角度か。もう悪いな。これ回すな。回すがちょっと。じゃあ、こっち回す？あれ？いやいや、こっち回す方がいいか。車輪だけ回せばいいのか。あ、正解。角度は。でも同じで。結局これ常にこう回すのがダメなんだ。だから、はめてから全部車輪バー回して。さっきよりも良くなっちゃう。エクトラネバー。さっきよりもいい感じになっちゃう。穴どう？穴か。穴な、もうちょい前なんだ。もうちょい縮まねえね。おおおおおお、だけどな、ピン入れれるかな。こういったピンが、あ、入った。おお、押し回され上手だよ。押し回され上手だよ。あー、妙はメイド。今日汗かく量が今ヒーナーですけど、俺今ヒーナーが出たかな。こっちが負けてる。もっと縮めるかね。お、入った。オッケーオッケー。本当の人たちは消防の人たちなんだけどね。ちょっと半分で、おお、うん、で、バスタード割り込みを、おお、いい感じで、昨日の日が来て、はい、で、来てくれてなったから、うん、まずは、次は割り込みを、あ、これメインの、もはメインに行くのか、メインやる時にあのタンクとかレーサーこれをはめるのがさ。
なかなか大変みたいな。で、まあ、こう、やってからこう、ただじゃねえね、こう、はみ抜いてからこうやね。だから、はい、こちらが氷ってこんな。ちょっと、なると、もうね、これだめ。いや、その前に、これもどうにかスパッと、ちょっと、ちょっと私に休憩をください。はい、はい、いいですよ。考えても。これがあって、これが自由に入る。これが入る。で、本体がここまで来る。ここまで来る。後ろ。後ろ。ここまで来る。ってなると、ストッパーで止めるのそれは。こちらの前に。フロントを止める？フロントなのに別にバルブって言えないですもんね。だから本体のこの3つだけバルブにしますか。これ違うちゃまに何年で最後にやってしばらくもので忘れて、うん、バンド止めてたんで、まこれと、これをバドメしてしまいますか、うんうん、バドメしたい、これめちゃくちゃ癖つかげんだってあげる時もバドメしたいんですけどもバランスからいくと結構プロですね。今ちょうどバドメ農業行きたいな、マニアックな作業おかげで普通の車だからやったり農業行きたいな。輪止め、後ろの輪止めを、あ、で、その輪止め、この輪止めで、今度、そこの通りも一応固定してもらっていいですか。なめこさん、この上げた時にキャビンなのこいつが邪魔にならねえか。この余裕を持ってなかった。車輪からここよ。キャビンがすっちゃって、あの、夏の乗せたじゃん、その、つばってが出てるんだから、電気にが少し、大丈夫だ。キャビンのせいで、このスティックがこれと、それのキャビンの上がさ、乗せてから3まで引っ張っては、蓋から持って、あーっここなんだよ。人入れねえんだよ、だから、逆にもう少し、わー、考えても、これは、わー、ここまで来てもいってたんだよ、ここまで、までこっちに。なんか少しも余裕があった方が、あんまりキャビンのせいにしても、ね、こちらに人が入れなくなっちゃうな。うん、まあ、なんとかなる。レールをもう少し、あの、ここの際まで。そこにも。これどうなるの？いや、もう、じゃあ、なめごさん、そこまでやったっけな、この、あれというか、来てしないと、そっちにすればやるか。せーの。あ、ストップ、オッケー、はい。ちょっとここも少し持ってきてから、そこちゃんとやないと、ここも少し持ってきてから、これはそういった、ここちゃんと持ってきて、この串で立ったら、ここ1個持ってきて、よし。しますね、あとこのバドメと固定して17というものでそっち私、はいはい、スケールのバドこれやだ抜けたもんだって。いやもう死ぬでいいじゃん。うそだ。死ぬ方がいいじゃん絶対。抜けねえもんだって。
6したらいいじゃん。